ズの趣味部屋へようこそ。もうね、早速もう置いてます。はい。前回にもね、前回の最後にも予告した通り、今回はね、わーこれ、こんだけ、ちょっとあるんですが、ちょっとね、これをね、開封して、見ていきたいと思います。なぜ今になってはこれを集め始めたかっていうのはね、ちょっとね、結構意外にこのゴジータの出来がいいっていうね、評判を聞いたんでね、ちょっとどうせだったら1体じゃ寂しいなっていうんでね、ちょっと他も揃えたいなっていうので、とりあえずね、自分が気に入ったものだけ集めようかなと思ってます。わーこれは。前種とかね、その段の前種とか集めてたらはっきり言ってもうキリがないんでね、自分が欲しいと思ったやつだけはこれは買うようにします。はい。まあ本当はブロリーも欲しかったんだけどね、ブロリーはまだちょっと手に入ってないんでね、手に入り次第紹介していきたいと思います。はい。とりあえず、こんだけあるんでね、一つ一つ、見ていきましょう。早速ね。はい。はい。ではね、早速、こちらのね、ドラゴンボールスーパー、ジオラマの方ですね、こちらの、スーパーシェンロン、こちらをね、ちょっと開けてみたいと思います。はい。本当はね、17号がついになるんですけど、17号がないんでね、とりあえずこれだけ開けてみたいと思います。まあどんな、わーこれ自体がね、あんま買ってないんですよ。あ、ちょっと開いてないわ。わーこれ自体がね、あんまそんなに買ってないんでね、わからないんだよな。はい、こんな感じで入ってますね。いや、結構パーツ数多いね。このジオラマ2は普通のわーこれよりね、なんか大きいんで、その分パーツも多いですね。はい。では組み立てちゃいましょう。はい。はい、組み上がりました。はい。いや、何気によくできてるね。やっぱワーコレって人気があるだけあって、ちっちゃいのにね、すごいね。うわ、まあ今回ジオラマっていうことでね、こういう台座とかがいろいろ凝ってますが、このね、なんかこの透明補助パーツはわかんないんですけどね。これ何？ここら辺に多分かますのかな、ね、こうやってね。ということでね、ちょっとね、数が多いんで、じゃんじゃんね、紹介していきたいと思います。お次はこちら。はい。ジレンですね。はい。フルパワージレンかな、これはね。こちらを、開封しちゃいましょう。はい。はい、袋はこういう感じですね。では早速、組み立てちゃいましょう。はい、ジレンはこういう感じ。いや、いいね。ちっちゃいけど頑張ってる感じ。いいじゃん、いいじゃん。まあ、ジオラマだからね、こういうエフェクトパーツとかついてますけどね。はい。で、こう立たせると。はい。で、対になる、こちら。はい。悟空。悟空もね、もう開けてますが、こういう感じ。本体に、やっぱりこちらも第3。はい。こういう感じですね。じゃあ、組み立てちゃいましょう。はい。身勝手の極意の、悟空。こちら。めっちゃかっこよくないですか。いや、出来がいいですよ、これ。かっこいいな。いや、何気にこのワーコレすごいな。出来がいいわ。超かっこいいじゃん、これ。うわ、これでジレンとこうね、向かい合わせで。うわ、これいいね。これいいじゃん。で、ぷるぷる震えてるけど。
はい、いやこれはいいわ、うん、はい、で続いて、開封するのはこちら、はい、これはドラゴンボールヒーローズとのやつですよね、はい、自分はドラゴンボールヒーローズやってないんで知らないんですが、スーパーサイジンごとのスーパーサイジンベジットの、あれですね、胴着の色がちょっと変わってますね、うん、はい、こちら、開封しましたらこう、はい、こんな感じですね。まあ、ここからはね多分袋の入り方は一緒だと思うんでね、パスして、全部組み立て終わった状態で、見ていきたいと思います。はい、はい、早速ね、ベジット、組み立て終わりました。こちら、はい、いやね、まあいいんですよ、かっこいいんですけれども、自分の多分個体差なんだろうね。こう見た時にちょっとね、目がね、目の縁がちょっと黒く塗りつぶされちゃって、左目だけクマみたいになっちゃってるんですよね、うん、これがちょっと残念だな、うん、これがなければ本当かっこいいですね、よくできてるし、うん、でワーコレのね、代名詞といえるこの台座、うん、クリア台座、はい、これがワーコレって感じ、うん、で、まあ、じゃあここからじゃんじゃんいきます、はい、続いて、こちら、悟空ですね、はい、悟空がこちら、なんかこの悟空すっごい丸顔じゃねすんげえ丸顔なんだけど、パケともなんか若干違うけど、いや丸顔だなすげえ丸顔、もうちょっとシュッてしてほしかったね、これはね、うん、はい、続いてが、こちら、はい、スーパーサイジンゴッドの赤髪ベジータ、はい、いやこれはね、これはよくできてますね、はい、いやこれはよくできてるわ、うん、かっこいいね、これは特に、マイナス要素もなく、はい、よくできてる、うん、塗られて塗りもね、ちゃんとよく塗られてるんで、当たりのぶりだね、うん、はい、続いて、こちらのね、珍しい、ノーマルブロリー、はい、これがこちら、はい、これもねすごいね、パケット遜色ないですね、はい、よくできてます。いやこのノーマルブロリー自体がフィギュア化されるの珍しいですね、うん、これはよくできてるわ、うん、特にマイナス点もなく、うん、十分ですね。これに関しては支柱はないですね、必要ないって感じですね、はい、で、続いてがこちら、はい、スーパーサイヤ人ブロリーですね、はい、こちら、はい、ちゃんとね、うん、なんかちょっと違うねみたいなね、うん、なんかちょっと小首をかしげてるみたいな感じになってるけどね、あとちょっとね歯がねちょっと半開きになってんだよな、ちょっと歯が半開きになってて、あとちょっとここにね塗装のムラがありますね、うん、あんまよろしくないですね、個体差かな、うん、うん、はい、で、続いてが、こちら、はい、劇場版ブロリーのゴジータノーマルですね、はい、こちら、うん、なんか違くねっていうね開けてまず自分が感じたのはまずパケと違うなっていうねこれもパケ詐欺ですね、パケの方は
すごいなんかね、うん、キリッとしてんだけど、こっちなんか間抜けな感じするよね。ちょっとこれは残念だな、うん、ちょっと思ったのと違う。はい。で、自分がこれを、これを集めるきっかけとなったのがこちらのね、ゴジータブルーですね。はい。こちらが結構評判いいっていうんでね、買いましたが、見ていきましょう。はい。うん。まあ、これに関してはね、うん、まあ悪くはないですよ、うん、あの髪の毛もねメタリック塗装になってて、うん、やっぱさっきのゴジータよりは全然かっこいいですね、うん、顔もこういう感じで、まあいいですね。まあ なんだろうね、やっぱ若干パケと比べるとパケの方がよく見えるのはなぜかっていうね、うん、まあそれは見本だからって言われたらそれまでなんですけどね、うん、まあでもいいですね、うん、いやフルパワーブロリーも欲しいね、うん、っていう感じですね。はい、っていうこういうね感じで、はい、こうね、今回は、こんな感じで2,4,6ヤード10体か、10体ね一気に開封させていただきました。まあこれに関してはね、自分のいいなと思ったものしか買わずに行こうというスタイルで集めていきたいと思います。まあね、次回何か手に入るかはわからないです。結構前のやつもね、フリマサイトやオークションで、買うと思うんでね、今更感はあるかもしれないけど、うん、紹介していけたらなと思います。はい。ということでね、今回は、こんな感じでね終わりたいと思います。ぜひこの機会にね、チャンネル登録、またはねいいねボタンを押してください。よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。